お元気ですか？元気です。本当になんか皮膚硬くなった気がする。分析してる場合じゃないでしょ。おお、吸引力ダイソンです。お、僕見れそうですね。うん、ハリケーデンからこんにちは、ヨハリです。そして今日はマシュライバーのリアさんです。こんにちは。リアさん、なんか、はい、月曜日から日曜日まで働いてるんですか？そうなんです。いろんな仕事をしてるので、月曜日と日曜日が一緒で、火曜日と木曜日が一緒で、水曜日と金曜日が一緒なんですけど、土曜日は家で作業してみたいな感じで、いろいろな仕事を今してます。休みないじゃないですか。それないんですけど、それなのに今超充実してるんです。6週分のメンテナンスけど、腰とか背中とかケアする時間あるんですか？ないですね。しかもちょうどこの間北千住の仕事で30個ぐらい配送があって、立ったり座ったりみたいな、はい、作業ひたすらやってたら、そりゃ痛くなるかと思って。結構重そうですね。できて若干頭痛いですよ。僕ヒアリングする前に治療しましょう。はい、それでは行こう。じゃあ10年もののバキバキの背中腰ですけど、ちょっと開くと結構やばくなりますからね。ちょっと先が思いやられますけども、手を合わせて右左していただいて、ひねりの動きチェック。系のひどさですね。じゃあちょっと立っていただいて撮ってみましょうか。よし。頑張ってるけど。こんなんしますよ。ということで白いっていうことで自覚されてました。腰はでも別の動画出てます。首の方が強くてあまり意識上がってなかった。そうかもですね。首がとにかくやばいって思ってて、まあでも腰もやばいんだろうな、ははーぐらいでしたね。やりましょう。それでは、こう。結構足腰やばそうなんで、針でだけでもいいんですけど、ちょっと水玉ですね、おけつを取っていきたいと思います。あ、こりゃ大丈夫ですか？大丈夫そうです。これは痛いですよ。これすごいです。いや、背中ですね。あ、行きますよ、うん、大丈夫ですか？はい。お元気ですか？元気です。全然うん、なんともない。何にも変わらない。笑ってるよ。本当になんか皮膚硬くなった気がする。普通に喋ってます。分析しとる場合じゃないでしょ。今ギャー言うとらっかないとですね。これですか？これはきつい。これやばいやつだ。めっちゃ吸い取ってる。吸い取ってる。これ多くの方が根絶されるんですけど、このウエストラインです。ここがやばいやつです。おおおお、起きたか。吸引力ダイソンって思った今。ダイソンの CM 回と思った。血を吸い出しましょう。はい、つなぐ腰吸い出しましたので、今後のお休み。それでは時間の様子で背中腰水玉を取っていきたいと思います。
私も悪いですね。あらら。あらら。寒さ悪いですよ。それでは背中腰ですね、針をしていきたいと思います。はい、ということで10分お休みいただきます。それでは背中腰針を取っていきたいと思います。はい、それでは動きのチェックをしてみたいと思います。じゃあ腰の扱いですね。手を合わせて右左してみましょう。はい、だいぶいいですね。はい、いいですね。はい、繰り返し継続が必要そうですけども、では立っていただいて反ってみましょうか。よし、調子。はい、チェックです。おお、僕見れそうですね。うん、いい感じですね。さっきです相当やばかったですけどね。はい、ありがとうございます。かけていただいて、はい、ということで、ね、腰背中バキバキの方ですね、日頃から、まあ、マッサージとかも大事ですけども、神経やると気持ちが違ったかにとかですね、精神調節と非常に楽になったりしますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。うちにはここ横浜元町と、銀座がありますので、概要欄からお問い合わせいただければと思います。こういった施術信頼できる先生ですね、会員さん450人ぐらいおりますので、ご紹介できるので概要欄からお問い合わせいただければと思います。また、首肩の治療とか背中腰、これは普通の町の鍼灸院でもできますので、ぜひお近くの鍼灸院でですね、行ってもらえたらなと。町のチャンネル見ていただいている方は東洋医学的な治療ができる先生の方が、まあ、相性がいいかなと思いますので、ぜひ行ってみてください。最後にお願いがあるんですけど、ここにチャンネル見ている方ですね、8割9割の方はチャンネル登録いただいて、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで、他にも生理痛のセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。背中、じゃあ最後ポイントどうでしょうか。背中、いつかはまたバレリーナの時のようにキュイってなれることを願ってます。はい、じゃあメンテナンスしていきましょう。次の動画でお会いしましょう。こんなになってましたよ。こんなになっちゃいましたけど、アダモちゃんみたいになってました。アダモちゃんわかんない。わかんない人ないですよ。